ウッドベリーからローソンに通る。ローソンのフックショット。ハレルソン。このボールをスティール磯野。そして走る。山本翔太です。山本翔太。さあ、スリーポイント。決まりました。ベンチ全員が立ち上がります。リングに当たって。リバウンド。さあ、磯野だ。磯野。来た。あ、来ないか。これはそれをローソンが取っている。もう3ダンク見逃しませんでした。ウッドベリー決まっています。落ちません。ウッドベリーベースラインドライブ。このボールウッドベリーに通る。ウッドベリーゾーンディフェンスのギャップをついていきました。本村エクストラパス。磯野のスリーポイント決まりました。これでオフィシャルタイムアウトです。キングに当たってリバウンド。ソーシェフです。さあ本村スピードがある。最後は磯野リバースレイアップ決めた。去年の B3 のアシストランキング2位です。高島ソーシェルフ、ソーシェルフ、ローソンに通る。ボースアンダンク。これで12点差になりました。磯野ローソンダーリングした。さあマクリーン昨日は15得点2ポイント決まりました。ふわっと浮かせた。外に出す。川渡り決まった。そのからオーバーヘッドパス。川谷亮に通る。川谷最後はマクリーンにパスした。エンドワンです。この人の試合感も大丈夫そうです。今日が12試合目。ウォルターズボール再開です。ファールありました。エンドワンです。長島蓮です。アグレッシブなプレーを見てほしいと話をしていました。橋本はファールで戻っていきます。村上が入ってきます。これがソーシェルフ。昨日は14得点を挙げたソーシェルフ。さあボールを奪った。ふわっと打つソーシェルフ。そしてリング下にはマクリーンがいる。2回目セカンドチャンス。ファールありました。エンドワンです。サードチャンスということになりました。ジャメール・マクリーンリバウンドはカンノが取っています。カンノファール。ここはアウトバウンドです。カンノがリバウンドを取ってコースト2コーストというシーンでした。ブロックショットの長島。さあそのウッドベリーだ。ここはミスマッチ。倒れ込みながら決めていった。ショットは入ったんですがこの表情を見るとかなり痛そうです。瀬川ブロックショット。マクリーンオフェンスリバウンド。今日もこのボルターズオフェンスリバウンド炸裂。ファウルあった。エンドワン。そしてマクリーン今日14得点。エンドワン。